大丈夫だ、ココナッツボール、今日も元気よく丸ごとドラクシング頑張っていきましょう。今日はね、3日ぶりの撮影です。なぜ3日ぶりかというと、ちょっと怠けてた、ここいや、まあ、怠けてたって言い方はあれなんだけど、撮るのがめんどくさいって気持ちはなかったんだけどさ、なんか、なんていうの、今ストックをね、今 YouTuber って、まあ、ストックを作っていくわけですよ。そう、まあ、なんていうんだろう、まあ、具合悪くなったりしたら、まあ、その日の動画さ、そう、その日撮ったやつをその日に上げてたら、その日になんか、まあ、インフルエンザかかりましたとかね、なったら、まあ、上げれなくなっちゃうわけですよ。まあ、それにまあ、なんていうの、インフルエンザとかだったらさ、まあ、1週間ぐらいね、体調悪くて上げれないとかもあるかもしれないから、まあ、5本ぐらいね、そう、5本ぐらいストックをね、まあ、設けるわけですよ。まあ、ヒカキンさんとかは、まあ、もっと設けてると思うけど、そう、大御所はね、大御所の方はもっと設けてると思うけど、僕ってまあ、3本までだったんです、今まで。マックスぐらいで、3本だったんだけど、俺7本取れてて、それでちょっと休みました。はい。それでもう、いやもう勝ち組やんと思って、はい。なんでこんなテンション高いか、マジで、気にしないで。楽しいんだよね、マリオカートがね。やって、お前、キノコ使うの遅くな、お前。これで、いや、これどうしよっかね、これね、頑張って前行きたいんだけど、7割マジ1万個みたいな。これ7割でいいの出ないから、そう。スター出ないから、ほらね。てか、このキノさんとキノイチしか出ない、マジで。これすごくない？定番すぎないか、マジで。これで、ねえ、今、親がなんか、親がダイパーしてた、今。親がリビングでダイパーしてたんだけど、どうしよう。何かあったかな？あ、親もマリオカートしてる？お母さんもマリオカートしてる？まあ、当てたらマジでお前、家行って、まあ、本当に分かるよな。家行ってお前の食パン食うから、そう。俺、前やったことある。やめて、マジ、怖すぎ。やぶねえ！頑張れ。頑張って、やれ。ナイス。後ろやって、いや強いけど、トゲいけ、青さん引いてくれた、あいか何にも面白くない展開だね、今ね。あ、ガチつまらんな。待て、ないもん。今辞書、金田一京介の辞書で敗北って調べたら俺の顔出てくるぞ、多分。ゴミしかいないな、この部屋。ダブル取ってカーッ。よくね、ワナス当たれ、バカ。ほんとマジムカついてる。一番のさっき1位取ったやつが9万レートだから、あいつマジ潰すわ。弱小狩りしてるゴミをマジ潰す。 200cc、平方鉱山の 200cc だから、俺一回も被弾せずにいいか。被弾したらもうやめるくらいの、そう、そんぐらいのお持ち行こうねってね。そう、人生ってやっぱさ、一回の失敗が許されるんだから、そう、失敗はね、やり直せるよって言うかもしれないけど、やり直せないんで、正直。一回のミス命取りとなる。怖い、あいつ怖い、マジで危険人物だ。これジャッツリ飛んでニスクかまして、これ爆弾出たい。当たってない、ごめん、これ怖いからまずすぐ防御する。にやめて、我慢の、やめてやめて、それ当てたらお前マジ本当にいいって潰すからな、お前のな、お前の耳たぶんかじり取るからな、マジで。トゲ来たらマジ、だからムカつく。お前マジ、お前日野さんでお前攻撃すんなよ。日野さんがお前さ、たまに加速させてくんだよ勝手に。いやー、それゴミだからね、暴力って言うんだよそれ。お前ほんと潰すぞお前。いやでもまあブサイク、そう、方向性間違えてくさんさ、まあ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 
スカーごめん、これ絶対これ温存だけどね、絶対ショートカットでスカイは勝ったかもしれないけど、いける全然。オッケー、後ろボム野郎、ボム野郎やられてるね。キノコ引け、あ、それ当たったら負けだ、やめてー。